富士フ,フィルム、富士フィルム和光純薬富士フィルム、和光純薬株式会社は、大阪府大阪市中央区土壌町三丁目に本社を、置く、富士フィルムグループの科学会社である。2017年4月までは、武田薬品工業の子会社であったが、株式公開買付けにより、富士フィルム参加に入った。2018年4月に富士フィルムファインケミカルズ、2019年4月に、 IS Japan を順次統合している。主力製品として、試薬、化製品、臨床検査薬を製造する、国内試薬メーカー最大手。1922年に、武田長兵商店の化学薬品部門を分離し、武田化学薬品株式会社として発足。1947年に、カズ・テルスミ薬工業株式会社へ、社名変更した。 2016年10月に、親会社であった、武田薬品工業が競売を実施。富士フィルム、日立化成カーライルグループが応札していたが、12月15日、医療分野拡大を進める富士フィルムが買収し、完全子会社化することが発表された。買収額は1547億円としている。株式公開買い付けにより、2017年4月に、 富士フ,フィルムの子会社となった。主役の取扱い数は60万品目を超え、純度が高いことで有名である。ありがとうございます。